西方寺は、岐阜県橋間市安塚町直道にある新州大谷派の寺院。三号は寺田山で、陰号は渋谷院。橋間市最古の寺院。伝承によれば、飛鳥時代、水戸天皇二十年に、聖徳大子がかつて善光寺の如来像が安置されたことがある、この地に伽藍を整備したのが始まりとされる。創建当初は、大使寺と称する、宝奨宗の寺院であった。 公認8年には、天台宗に改修し、最高3年には、当時、身の守りであった、藤原直道の法名にちなみ名称を、西方寺に改めた。また、寺のある村の名前を、善光寺村から、直道村に改めた。自称5年の自称、樹栄の乱における、角又川の戦いにおいて、角又川の西側にあったため、現氏の本陣が置かれたが、 源氏が破れたため陛下に焼かれた。上映元年には三号を寺田山と定めた。家庭元年に親鸞が投入し、渋谷昆納丸の三卵で、当時の住職であった助都氏が浄土新州に改修した。戦国時代の石山合戦で本願寺に火星したため、織田信長の家臣であった加賀家持餅に道具を焼かれる。その際に、本尊の阿弥陀如来を槍で着いたところ、 地がほとばしったと言われる。時報には、岐阜県指定重要文化財に指定されている本尊の、阿弥陀如来、憲本着色小徳太子像や、憲本着色羅肝像のほか、徳川将軍家よりの廃慮品や書状などがある。ありがとうございます。